権利の焦点は、イギリスの船利点検法を構成する法律の一つである。正式名称は、市民の権利と自由を宣伝し、かつ、大いの継承を定める法律である。権利焦点と表記される場合もある。1688年の名誉革命により、イングランド王ジェームズ2世が追放、廃位され、変わって、 オランダ共和国より迎えられた、ウィリアム3世とメアリー2世が即位した。ユリウス歴1689年12月16日、上院、下院両院の相乗の下で、国王の理解により、権利宣言をもとに成分化したものが、権利の焦点である。焦点は有効性を保ち続けており、イギリスの不文憲法における根本法となっている。 イングランド国王の存在を絶対前提とした上で、国王に忠誠を誓う議会及び国民のみが享受、できる権利と自由を定めた法律である。国王といえども否定できない、国民が古来より相続してきた、諸権利を確認した。ありがとうございます。